ヨハネス七世、パレオロゴスは、東ローマ帝国、パレオロゴス朝の皇帝。アンドロニコス四世、パレオロゴスと、ブルガリア王女キラツァマリアの一人息子。中世ギリシア語読みでは、ヨアニス七世、パレオロゴス。定位継承者の息子として生まれ育ったが、1373年、父が祖父に反逆して失敗したその巻き添えを喰らい、幼少時に目つぶしを受けた。 幸いにも、その処置は、不完全なものであったため、父同様に後に、視力は回復した。1376年、父アンドロニコス4世が、定位の散脱に成功すると、共同皇帝、定位継承者に引き上げられた。しかし、3年後に、父と共に、コンスタンティノポリスを追われ、トラキア沿岸のセリンブリアに逃れ、オスマン長の保護を受けた。 1385年に父が死去すると引き続きセリュンブリアに泊まって権力奪取の機会を伺った。1390年新たなオスマン朝君主バヤジット一世とジェノバ人の支援を受けて祖父を攻撃首都から追放してコンスタンティノポリスに入場。4月14日に皇帝として退官した。しかし彼のは父。 アンドロニコスの時以上に、オスマン朝の力に依存しており、首都市民の支持は極めて低く、そのため少数の進化を動員し、皇帝に対する勧告を強制しなければならなかったほどであったと言われている。一方、ベネツィアの支援を受けた祖父ヨハネス5世は、テッサロニキの陥落ゴルロをしていたオジマヌエル2世と合流してヨハネス7世の攻撃にかかった。 ヨハネス7世の政権は支持していたはずのオスマン朝が手を引いたため、9月17日に5ヶ月余りであっけなく崩壊した。父同様に首都を追われたヨハネスは、やはり同じようにオスマン朝に救われ、彼らの保護下にセリュンブリアに定着した。1397年には、かつての彼の支持者、ジェノバ人のレスボス統領主フランチェスコ2世がティル氏を の娘エーレーネーと結婚した。二人の間には、息子アンドロニコス五世が生まれている。また、後に、コンスタンティノス十一世、パレオロゴスの下で太鼓を務めたルカスのタラスの妻が、彼らの娘であったという説もある。1399年、オスマン町に包囲された首都を離れて、西欧に向かうことになったマヌエル二世は、オいヨハネスとの和解に踏み切り、ヨハネスが、 マヌエル不在の間摂政を務めることで合意に達した。ヨハネスは法位下で摂政を続けたが、日増しに強まるオスマン朝の圧力の前に、重臣たちと密かに首都会場の交渉計画を練っていたとも言われている。1402年のアンカラの戦いにおけるオスマン朝の敗北と解体は、東ローマ帝国とコンスタンティノポリスを包囲の圧迫と滅亡の危機から解放した。 急遽帰国したマヌエル2世は、オスマン王子スレーマンと協定を結び、首都近郊のトラキア領土、テッサロ2期と周辺沿岸地域の返還、歳費の支払いを取り付けた。そして、マヌエルはヨハネスに対して、遠隔の飛び地テッサロ2期の行政権委任を約束した。後に、この約束はヨハネスが、オスマン朝との会場交渉を進めていたことが、露見して破棄されたために、 学府、ガッティルシオとの連携でテッサロニキを軍事占領したとも言われている。この間の事情については不明な点が多いが、ともかくもヨハネスのテッサロニキ統治が開始されたことは確かである。1407年、息子で定位継承者としていたアンドロニコスが溶接する。ヨハネスはこの息子に野心を託そうとしていたらしく、その死に失望して死期を早めたとも言われている。 翌1408年9月22日、テッサロニキで死去した。マヌエル2世はすぐに死を確保してその行政を、自分の三男、アンドロニコス先生校に委ねた。父アンドロニコス4世と並ぶ、野心家として描写されるが、同時に、オスマン朝とジェノバ人の区靴でもあった。彼の野心の源は、おそらくは、自らの目を潰されたこと、また父が、 失意のうちに死んだことに対する復讐心であったと思われる。ありがとうございます。